あのお疲れ様です。昨日どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ですね、本当昨日の大会も本当フレッシュな感じで良かったなと思うんですけれども、まあ、何よりもその何だろう、公開プロテストですか、あれの意味っていうのがまた彼らの脚光を当てる場所でもあったり、また一個の技が非常に大事に見えるというところにも、原点回帰的なところがあったと思うんですね。その辺が非常にやっててというか、結果的にわあこういうことになったんだと、こんな効果があったんだっていう発見にもつながって面白かったと思うんですけどね。まあその中で、昨日TDC ホールに向けての、対戦カードを発表させていただきましたけれども、それに付随いたしまして、今日また、仕掛けが隠されているということ、今日の この会見をお楽しみにということでしたけれども、今日それ早速発表させていただきます。まずですね、その仕掛けの用意、まず1個目、リングアナウンサーね、おなじみ新日本プロレスで活躍されていました田中宏和さん、今日お呼びしてますので、お招きしたいと思います。田中さんお願いします。おはようございます。どうもです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりその新日本プロレスを語る上で欠かせない人物だなと思いまして、あの時の新日本プロレスね、ぜひ、お願いしたいなと思いまして、オファーさせていただきました、ってことなんですけれどもね、今日は、はい、あ、そうだ、それともう一つ、仕掛けその2があります。選手揃いました、リングアナ揃いました、もう一人レフリー、レフリーを、穂永さんにやっていただこうと思います。穂永さんは僕がデビューしたての頃からプロレスを本当に教えていただいた方ですけれどもね、教えていただいたというか、そのリングの上で、そんな感じで、そうですね、ほぼ教えるというような事務システムはなくて、本当にリングでぐちゃぐちゃにされながら覚えていった感じなんですけれども、特に穂永さんにはわびさび的なプロレスを教えていただいたななんてことは思い出があったりするので、たまにまた穂永さんはレフリングもされてたりするので、今回この機会に、オファーさせていただきました。